5年以内に防衛力の抜本的強化を進めてまいります。財源については歳出改革のほか、場合によっては国債償還の50年ルールを見直して償還費を賄うことも検討に値します。萩生田氏は日台関係のフォーラムで講演し、防衛費増額の財源について歳出改革に加えて国債の償還費の一部を活用する案を検討する必要性に言及しました。増税以外の手段についても十分な検討を尽くすべきとの考えを示した形です。また台湾海峡の安定について、台湾有事は日本有事であり日米同盟の有事であるとし、中国による軍事的緊張を高める行動を批判しました。ニュースディグ。